また人間がかかったようだな。助けてでは今日も人間をいただくとするから。ヒル、ヒル、来ないで。あれ、お前は、あなたは荒くね、夜な夜な人を襲うという化け物、私を食べるというのですか。うん、あ、いや、そのつもりだったんだけど。仕方ありません、これが私の運命。あ、いや、でもあれだぞ、そんなに言うなら考え直してやってもいいんだぞ。考え直す。うん、だってお前あれだからな、そのでかいからな。でかい、何が。え、あ、いや、あの、その、ここで私を食べなくてもその代わりにまた他の人間を襲うのでしょ。え、ああ、そうだな、ただお前のことは助けてやってもいい。構いません、さ、お食べなさい。え、その代わりに二度と他の人間を襲わないと約束してください。ならば私を食べても構いません。いや、でももったいない、でかいし。お食べなさい、さあ。あ、だって村の人の命を守るためなら私は喜んで人柱となりましょう、さあ。いや、だってだってじいじゃん、じいがすごい縛られてじいを強調したいい感じになってるじゃん。何を言っているのか分かりませんが、二度と村人を襲わないということですか。あ、襲わない、襲わない。あ、てかぶっちゃけ人間よりハンバーグとかの方がうまいから。改心したというのですね。した、した、しました。ではこの糸をほどいていただけますか。でもこの姿はもう少し見ていたいっていうか。やはり私を食べるつもりですね。じゃあお食べなさい、さあ、さあ。なあ、違う違う、食べるわけじゃなくて、あ、いや、別の意味で食べたいけども。さあ、お食べなさい、さあ。食べない、食べない、食べません。あ、今ほどきますから。化け物の考えていることはわからないよ。じゃあほどけますね。これをこうして、こうかな。あー、ごめんなさい、ごめんなさい、逆に縛っちゃった。いや、違うの、あの、自分でもほどき方わかんなくなっちゃって。そんな、おお、これはこれでたまらないけど。うるせえ。あ、ごめんごめん、今助けるから。オッケーオッケー、糸緩まったから。大丈夫ですか。では私を解放してください。あの何ですか。村を襲わない代わりにたまに森に来ていただけますか。あの、食べたりはしないんで、よかったらもう一度僕の糸に縛られてくれませんか。いいでしょう、村のためなら何度でもここに縛られに来ましょう。 ありがとうございます。先に、この糸で縛られるやつ少し癖になりそうですし。あらー、